皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はグランブルーファンタジー VS のファミ通紹介をしていきたいと思います。一人でも楽しめる充実のゲームモードを紹介します。ひとまずアーカイブなどを楽しめるルリアノート、これはなんかあれですね、なんかコレクションみたいなやつですね。なんか様々なイラストなどを見れるようですね。豪華なイラストも盛りだくさんで収録ですね。そして一人で遊べるモードの数々、気軽に対戦 VS モード、まあ、対戦モードです。そしてコンピューターと連戦するシングルモード、これはあれですね、試合形式のストーリーモードみたいなものですね。そして遊びながら学べるタクティクスモード、ゲームの基本的なシステム、キャラクターのアビリティ、コンボなどを実際に操作しながら学べるモードです。そしてとことん練習するトレーニングモード、トレーニングダミーなどを相手に操作練習ができるモードです。またプレイヤーカードでオンラインプレイでプロフィールを表示するプレイヤーカードも編集できます。オンラインはまるでゲームセンターです。みんなでワイワイ対戦できます。1ロビー最大64人が接続できるオンラインロビーも大きな魅力だそうです。そしてコマンドリストも超充実しています。まあグランブルーファンタジー VS は対戦格闘ゲームで初心者でも遊びやすいです。さまざまな工夫が散りばめられていて、各キャラクターの技コマンドが表示されたコマンドリストには各種技の使い方、性能が詳しく搭載されているので、コマンドリストを読むだけでどの技をいつ使えばいいのか分かりやすくなっています。またコマンドリスト上での技のモーションが画面として再現されるので、どの技がどんな見た目なのかも分かります。技の説明に注目しましょう。どんな技かも一目で分かります。では続きまして、原作さながらのオリジナルストーリーと爽快なアクションバトルが楽しめる RPG モード、パラレルワールドで描かれる新しいグラブルの物語、いつものように冒険をするグランたち、カタリナがグランたちに刃を向けます。魔物、聖少獣などと対戦アクションバトルで戦えます。仲間と一緒にクエストに挑むことも可能です。まあ、バトルシステムは、まあ、とりあえず対戦格闘型になっているようですね。 RPG モード限定で使えるサポートアクションはヒールオール、レイジなどがあります。まあカードみたいなものです。そして RPG モードの基本クエストミッションを達成します。クリア時に追加報酬ももらえるそうです。集めた武器をルピや素材で強化します。まあ要するにお金と素材で強化するってことですね。まあ原作おなじみの武器が多数存在します。よろずやシェロでさらに戦力強化を図れます。まあシェロではゲーム内通貨であるルピを使って武器サポートアクションの購入ができます。武器購入では属性ごとの SS レア武器も用意されているので戦力強化を図りやすいです。ストーリーの進行で解放されるようになっていて、武器もサポートアクションもなかなか高価です。まあ武器の強化を図ってからそれ以外の要素を揃えた方がよろしいようですね。また素材と武器を交換する武器交換でも様々な武器を入手できます。またチケットを使用した武器入手方法もあります。武器チケットの入手はプレイボーナスで手に入りそうです。原作さながらのドキドキ体験もあるようです。まあガチャみたいなものですかね、これは。まあそうですね、10連にも採用していて、チケットはプレイボーナスでたくさん入手できるそうです。まあそんな感じで今回はこの辺でグランブルーファンタジー VS のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。